敵屋。敵屋は、縁日や盛り場などの人通りの多いところで、露店や工業を営む業者のこと。祭礼、祭りや、市や、縁日などが催される、境内や参道、門前町において、屋台や露店で出店して、食品や癌などを売る小売りや、社交心を伴う遊戯、ゲームとして、射的や、くじ引きなどを提供する外賞や、 大道芸にて客寄せ押し商品を売ったり、芸そのものを制御にする大道商人などが含まれる。当たれば儲かることから的屋になずらえて言われるようになった言葉である。警察においては敵屋を暴力団の起源の一つと定義しており、戦後の混乱期に敵屋は幕と暮連隊と同様に闇市を縄張りとして覚醒剤の密売などの違法行為を行っていたと、 警察白書に記されている。平成以降の暴力団の定義でも、バクと敵や党組織または集団の威力を背景に、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織としており敵やも暴力団の経済活動の一つとしていや的や、野志、三寸とも呼ばれる。一般には馴染みが薄いと思われるが、近年までは、 よく使われた通り名であり、敵や矢師、三寸は辞書では同じ説明がなされている場合が多い。職業神として、もともとは中華文明圏より伝わり、神道の神となった神道の神、神道皇帝を祭り、独特の因語を用いる者が多いため、狭い世界では神道とも呼ばれる。前日の祭礼、祭りや死や縁日などが催される。 境内、山道や門前町を庭場と言い,い、いか庭場と記述、その庭場においてご利益品や縁起物を売りを打つ、販売する商売人でもある。商売人といっても、祭礼時などは、町飛び、町大工などの観光総裁のご助活動と同じで、いわゆる自社武進と呼ばれる、相互扶助の一環でもあり、支払われるお金も、代金ではなく衆議不衆議であるともえる。 同時二自社などとの取り交わしによって、縁起物を売るときは、神仏の託戦を受けたものとも言える。敵屋は、露天商や行商人の一種であり、日本の伝統文化を地域と共有している存在である。それゆえ、敵屋は価格に見合った品質の商品を提供するというよりも、祭りの日日常、晴れを演出し、それを、付加価値として、商売にしている性格が強い。 道端における敵屋や,や大道芸人の客寄せのための演芸は、いわゆる現在の路上などで芸を披露する素人や、日本の文化や時代背景のないパフォーマーとは異なり、演歌詞や創始などの主義主張や思想の宣伝のための人やド力としての芸とも区別されるべきである。それは観客においても舞台設定とも言える祭りという晴れの場の非日常的な雰囲気を、 感じるか感じないかの違いがあるからである。日本は古来から様々な制御において組という特定制度や雇用関係があり、敵屋も噛み砕いて表現すれば、親分子分、親方子方兄弟分、兄弟弟子の関係を基盤とする企業や互助団体を構成する人々でもある。敵屋は零細資本の小売り賞や雇用されている。 下働きの人々の団体というイメージもあるが、これに該当しない地域に密着した形や、個人経営や、兼業の敵屋も多くある。地性的、歴史的、人的、資本的要素が複雑に絡み合って、発生し成り立ってきた背景から、単に敵屋として一括りに定義することは難しいが、口述する猿学、野史、敵屋、連の葉飽きない、飛び職ないし、 植木色の五つが源流とされる。小沢昭一などの文化人は、敵屋の炭化を昭和の風物として文献や音源に残している。また映画、男はつらいよ』の主人公、風天の虎車、虎次郎の制業として知られる。自社などの作船とは、具体的には自社武神といい、現在でも残っているが、特に明治時代以前の人々の暮らしは正。 祭り事が自治権として、地域で認められていたの中心として寺や神社があり、定期的な修繕や社会基盤の拡張や一新を図るにあたり、莫大な費用が必要であり、その一環として、寄付を直接募るよりは、祭りを開催し、敵屋を招き地域住民に参加してもらい、非日常、晴れを演出することで敵屋から、場所代として、売り上げの一部を、不審の資金とした。 技術を持った商売人としての敵屋は生活が成り立ったという背景がある。ちなみに宝くじの起源である富くじも自社武進のために設けられた非日常を演出する資金収集の手段であった。ウエンが縁日に変化し庶民の生活習慣に深く根ざすようになったことや各地域での経済の発展と死、定期死の発生が敵屋を中心とする。 露ケ賞の発展を促した。また会実を根源とすることが、縁起と、真事や、払いや、占いなどの価値観が、商売としても商品にも反映されている。江戸時代には、祭り文化と、相まって、ますます栄え、この勢いは、昭和初期まで続き、第二次世界大戦前の東京都内では、年間に600を超える縁日が催されており、期日を除き、 機に2.3箇所で縁日が行われていた。しかし戦争による疲弊から縁日は祭りと共に消えていった。祭りは住民参加型であれば復活するものも多いが縁日は職業人としての敵屋が担う部分が多くあり廃業や転職などと時代錯誤的な世間の風潮もあり、なり種の不足からその総数は減少の一途をたどった。的屋が営む 掛け物の的場、景品交換式遊戯場は、現在の温泉場や宿場町に残る射的場の起源であり、スマートボールやパチンコの源流でもある。また、法律の成立においても掛け物の的場、景品交換式遊戯場が基本にあるので、遊戯という言葉が、遊戯ではないのは、弓矢は、技術が伴うことに由来し、法律の根拠としても偶然性のみのくじ引きである、富くじ。 宝くじとの区別の根拠となっている。また敵屋や,や宿場町で営まれる射的場は文化や時代の背景があり、現在のパチンコなどは利害だけの産業と言える。遊郭は一説によれば、結界の意味を持つとする民族学や民間信仰論もあり、政治的な治安維持としての役割と管理のしやすさから地域を特定したとも言われるが、一般の てから外れた部分を持つ、違い方圏でもあった。また、幽閣や幽女は古くは、みそげや払いといった神事でもあり、それは、渡り巫女などの存在からも伺い知ることが出る。これらを背景として、幽閣は庭場、自社や縁起に関わる場所と同じ意味合いを持ち敵やが、制御を営む場所であった。そして敵やの源流とされる職種も、幽女との関わりを持つ者も多く存在している。 伊勢参り、小伊勢参りや、富士参りなどは、途中の旅路も家庭も含めて、猛出であり、宿場町に、遊女、いい森場が存在し、客が遊興することは、みそぎや払いであった。この宿場町の風俗習慣と、的屋の営業する、的場、景品交換式遊戯場が結びついて、宿場町や、温泉街に、やば、射的場が設けられた。これが、現在の射的場。 スマートボールなども含めの原型であり、昭和30年代頃まで俗に、ヤバの女と言われる遊女が射的上に存在した理由である。時代の経過や売り物のによっても、こと細かに名称が存在するが、ここでは、現在に受け継がれている代表的な種別を表すものを取り上げる。分類では他に工場により、工場のある単価売り、単価売と泣き売り、泣き売と、 工場のない飲食販売や技だけで客寄せする音無な,などがある。もともとの流浪の民や旅芸人を発祥とすることから縁日や祭礼の場所を求めて旅回りをし、明治時代には日本統治となった台湾まで足を伸ばす者もいた。平安時代から続く縁日だけでなく定期史も同時に発生したため、死も縁日もひとくくりにされ、出店の知らせも、 縁日、朝市、昼店、夜店と時間により別れ案内がされていた。近年までは、旅回りの敵屋の相互扶助を目的とした、新農会や町商組合が機能していたとされる。旅においての不便や苦労を、互いに助け合うという精神の発露から、このような組織ができたと言える。一般的には、数軒の店が一つのグループを作り、 地方の縁日などを回っているが、都心の古くから、ある地域では1と6、2と8、3と7、5と10、4と9は、縁起が悪いのと、休みは敵屋にも、必要の9日で縁日を主要な町々で分けており、夏場や、正月や花見など年中行事以外の限られた、日数だけ地方に赴く団体もある。また、移動や、宿泊の経費が大きくなり、 遠隔地に出かけずにいる敵やの団体多いとされる。現在は、祭礼や縁日に人手が減ったのに比べ、自治体が管理する公園や遊戯場において、各種団体が主催するフリーマーケットなどが多くなっている。このため、地元の商店や店舗を持たない者が、副業や趣味、または企業として露店での販売を行う姿も多くなっている。例えば自社が主催し、 敵屋という専門職が演出し庶民による伝統的な祭りとは、い、自治体や企業が主催し、地域住民が参加する、手作りの日曜マーケットなどの蚤みの位置が全国的に広く開催されている。敵屋と呼ばれる人々が祭りだけで成り立つのか、マーケットという新しい証券に取り込まれ、伝統、文化的背景をなくしていくのか今後の時代の変遷が見守られる。 のの分類が重複しているる場合もあるその他は縁日を参照敵屋は、神脳とも呼ばれ、また敵屋を、家業人、幕頭、土政人とも呼び分ける。無し都土都土人とは、本来は制御を持たない、ロ老する幕頭を指し、敵屋について言われることはなかった。制御とする縄張りも、敵屋では、庭場と言い,い、幕頭では、島と表現する。古くは、 江戸時代の寺社奉行の庭場と町奉行の町場と郊外や埋め立て地などの町場の管轄の違いから来ているとも言われ、現在も地図上でその制御とする地域分けも江戸時代の名残が多く見られる。また、上記概要にも記述があるが、個々の信仰は別として敵屋は職業神として神皇を祭り幕とは職業神として天テラス大臣を祀っている。 ヤクザ・暴力団との関係については、ヤクザ及び暴力団を参照暴力団排除の機運が高まっているものの、暴力団関係者への名義貸しを黙認、推進している団体もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。